カメラの近くにドアアップにいるんですけど見えてます？ああどうもどうも。お久々うららちゃん。そう日焼けしちゃった。星もらいに来ました。出たショールーム選抜でしょ。ショールもうみんな星もらってきな。誰をみんな誰を応援してるというか支援してるというか一緒に戦っているというかわかんないですけど、星稼ぎな星いっぱい。そうだよみんな頑張ってね、お仕事のために。ラナさんありがとう。ひらがなキャスターさん、チンアナゴありがとう。嬉しいです。え見えてる、え本当に見えてる、えやばいやばい、えガチ見えてる、どうしようどうしよう、やばいんだけど。そんな毛穴とか見られたらもう泣いちゃうんだけど。カマチさんも上の出ようかな。カマチ出てるよ、カマチ出てるから、カマチ出てるからなんだっけ、捨て星カウントよろしくお願いしますってやつですよね。大粒ちゃんスイカありがとうございます。星どうぞ、星もらってきな。30秒いて星もらってきな。毛穴真っ黒、振動なえる。逆風船上がって、え全然上がってない。でもなんだっけ、今日ねさっきね、なんかやらかした。さっきなんて言ったんだっけ。あなんかさっきね、気前いい先輩風吹かすねみたい。来年には私だって先輩になるんだからさ、吹かさせてよ、練習吹かす練習させてよ、吹かす練習がしたいの私は。ラナさんハートありがとう。あそうですね、さっきね、さっきっていうかまあさっきなんですけど、なんかその先輩がなんか昔なんか旅館で働いとったみたいな感じで、どんな格好で働いてたんですかみたいな。だからなんか普通なんかそのお着物みたいな、なんかそういう感じのあれですかみたいな聞いたら、普通になんかシャツにシャツになんかパンツだよみたいな感じで言われて、あそうなんですね、あじゃああれですか、働いてたところって洋風の旅館ですかって言ったの私が。でも大爆笑されて、それって洋風の旅館ってホテルって言うんじゃないのって、ね、そっかみたいな、洋風の旅館ってなんぞやみたいな、旅館何みたいな。でそうちょっと私天然出ちゃいましたみたいな、出てるよって、あーみたいな。雪の中はいっぱいあるよ、いっぱいある。ちょっと待って、余裕のないゆうちゃんさん、チンアナゴありがとう。マッチさんもチンアナゴありがとう。これさ、色選べるのチンアナゴってさ、どれがいいか選べるのみんな。ハレンチさんなんか久しぶりな気するわ私。ありがとう、チンアナゴ。あーそうそう、ハンライス大盛りみたいな、よくわかんないけど。あ、そうなんや。へー。黄色無料なんだ。え、めっちゃいいじゃん。
めっちゃいいじゃん。くったんさんありがとう。これさ、クマの耳に似てるよね、チン、このチンアナゴさ。かっちゃんさん、ぶっほうありがとう。ジブリ展、ジブリ展でーよ、でーよ。うん、ジブリ展もでーよです。はい。初見です。嘘です。無料ですので、ありがとう。お気持ちでも嬉しいよ。でもさ、そのさ、その無料のやつさ、押し目に投げなくていいわけ？福丹さん、あれ福丹さんって桃花さん推しやっけ、違ったっけ、待って合ってる、大胸引いた人ですけど、何かなんか文句あります、今日もうあの日だけ大胸だから、今大吉中だから、みんな今私大吉なんです、あの日だ、あの日で大吉、大凶が終わりの日なんです。そうですよね、今イベント中だもんね、雪なしが勝たん、それは嘘、だって押し面に投げた方がいいんじゃないの、で押し面カップリング選抜入れなきゃじゃん、みんな大変、でもさ、大変だよね、みんな。なんか、あんま詳しく知らないけど。ちょっとね、今日はね、お顔出しできないんですよ。ちょっと。私、でも、ショールーム選抜、エントリーしてないもん。エントリーしてないからさ。まさとさん、だるま、ありがとう。いやー。なべちゃん、貝殻、ありがとう。貝殻。田所さん、ハート、ありがとう。長崎中、長崎住人の関西人って予算だった。ありがとう。なべちゃんまた貝殻、貝殻ってさいいよね、私も貝殻集めてた若い彼氏、ピュアな時期がありました、ありがとうございます。ナナさんハートありがとう。エイトの日、エイトの日登録出たの、落ちた、みんなイベント58人、参加者はで8人なの、あ、ユリナしか勝たんって書いてある、ユリナさんしか勝たんらしいわ。ユヒさんタクシーでマジ無料ギフトでもチンアナがポイントに加点され、あ、そうなん、へえ。エッチの日当たった人投げとらん、投げとらんのか、当ててもらいました、え、すごいじゃん、よかったね、友達、友達すご、本当に大きいな。それはどうでしょうね。どうだと思いますか。私、かまちゆきなだと思いますか。声違うからは、かまちゆきなじゃないかもしれませんね。誰でしょう。誰でしょう、誰でしょう。あ、そうなん？投げられないんや。やけん私に投げてくれとるってことは。ありがとう。ニアジョイちゃんのサイン。誰が好きなの？バブちゃんマークの。バブちゃんさん。うちは撮りたかった。で、大瀬田美月ちゃんさ、マジで顔ちっちゃくない？私ちょっとさ、アリスち
ちゃん、前回アリスちゃんとモモカちゃんを推すって言ったんですけど、ちょっと大下美月ちゃん推しメンになってきた。いやまだなんかほら1回っていうかさ、1日しか見てないじゃない。だからまだ推しメンと決める、なんか好きなタイプってだ、好きな感じってわけでまだ推しメンとはちょっと言うのはあれなんですけど、いや待って、村山優香ちゃんも好き、でもちょっと大石田美月ちゃんも好きで、まだ待って、まだニアジョイにまだ推しは作ってない。そのタオルとかを買おうっていう推しがまだ、私はちょっとまだもうちょっと見てから考えますって感じなんですけど、あのなんか大石田美月ちゃんが、大石田美月ちゃんがどうしても私のいとこにしか見えないんですよ。え、そうなんです、これは失礼とかじゃなくて、私のいとこ、かわいいんですよそう、大好きなんですけど、めっちゃなんか似てんのよ、めっちゃ似とって、あ、もういとこやと思って、え、似てんの、なんか顔の雰囲気、骨格と雰囲気、なんか雰囲気、系統がなんか似おる。ショールーム毎日配信、どこぞの神推し殿堂入りさんに負けず劣らず、誰ですか、何の話だ、いとこちゃんの写真見せられんってば、いとこちゃんはね可愛いんじゃもん、うちがないつもな、もうめでてるんですよ。レベル上がったの、レベル目、レベル待って、その通知来てない、レベル上がったって。私のいとこちゃん可愛くてね、超好きなんです。村山優香ちゃんとどこぞの神吉伝道医さんの話、何それ。いとこちゃんは何だ、今20歳、20歳です。お、レベオメです、自分で言ってる。そう、かわいいよマジで、愛しい。ちょっと待ってね、ツッチーさん、ちげえのがありがとう、田所さん、ハートありがとう、ラナさんありがとう、ハート。結構年いってた、でも3個下ですね、3個下で、もう可愛くて、なんか、あ、その私が例えばいとことかってさ、親戚のこうおばあちゃんとかと集まる時じゃないと集まらなかったりするじゃないですか、とか、なんかけど、私はもうあのいとこに今度遊ぼうよとか言って、なんか定期的に遊ぶくらい、二人でご飯行ったり、お兄ちゃんといとこといとこと私の4人でご飯行ったり、年が近いからめっちゃ仲良くて、しかもおしゃれさんで、ちっちゃい時は私の家、私はね全然おしゃれとかを させてくれない系の家だったので。いとこはおしゃれさんだったので、そっちで年下から教わってました。そう、もう貢い、もうめっちゃ貢いでる、もうご飯、お金なんて出さ、財布なんて出さないで、私が出すよって
もう出してます、たまに。だいたい可愛いんだもん、見つぐ見つぐって声変わった？可愛いか、変わってないよもう見ついでる。お、ご飯おごってる。あ、結構おごってるね。大体おごってるかも。でもお兄ちゃんがいるとお兄ちゃんが全部おごってくれます。お兄イケメンじゃない、性格だけは。お兄性格だけイケメン。あ、北海道のグマニアさんがミラーボール。もう眠れないよ、ドキドキだって、トリプルで。北海道のグマニアさんミラーボールありがとう。いいねもありがとう。かまちの兄だけにはなりたい、なりたいって。オッケーオッケー。お年玉はだってまだ私社会人1年目だから、それはあげてないよ。社会人だ、今年からあげなきゃ。あー、でもさ、私はさあれじゃん、遠距離ポスター、近くにいるのに君は切ないほど手が届かない。いや私もさ、でもさ、お金カツカツなんですよ。カツカツなのに見つぐって、見つぐ、みんなさ、わかる、みんなさ、見つがれって、見ついでくれる人がいるなら見つがれたいですよね。リアルね。まあでも自分でも稼ぎたいけど、ちょっと待ってね。福留の卒業公演のメンバーが決まったってコメント来た。いつなの？福留みつほ卒業イベントの申し込みについて。2番の出し、あ、みつきちゃんのやつね。北海道グマニアさん、バイジュースと流れ星とありがとう、追加もありがとう、音符もありがとう、いっぱいありがとう。ランナスさん、流れ星ありがとう。ヤリスちゃん養いて、わかるわかる。小浜さんと、あ、そう、あの明日みゆこのデビューライブがあるんですよ。みゆこがまた新しいね、デビューするんですよ。デビューするんですよ。皆さん行ってくれます？行きます？皆さん、行ってくれますか？そう、みんな明日絶対行って、なんか無料で入れるらしいよ。あの小浜みゆさんです、覚えてください。あの小浜みゆさんなので、これからはかまちは、うんとね、え、行かなきゃダメに決まってんじゃん。みんな
どこだっけ、なんか、恵比寿、恵比寿のなんちゃらかんちゃらじゃなかった？よく名前変えるのって初めてじゃない？お、カウントスケット、いってらっしゃい、いってらっしゃい。かのち名字変わるって、まあまあまあ、待ってなって、待ってなって。え、みんな明日行ってほしい、お願い、みんな、みんなお願い、行ってください、お願いします。恵比寿だそう、クレアアートらしいです。はい、かまちさん名前変えるの流行ってるの？でもなんか、なんだろう、あ、かおちゃん、かおちゃんが出てくれたの。え、じゃあ恵比寿駅じゃないんですか。ゆきなちゃんはちょっとまだ直前にならないといけるかわかんなくて、行けそうなら行くんです。はい、北海道の群馬ニアさん、貝殻ありがとう、タツノアトシゴマありがとう。大人の事情じゃないと思う、別に大人の事情が関係してるのかわかんないけど、普通になんか変えたいんじゃない？なんかそれこそさ、ね、変えた方が楽だと思いますよ。うん、チャリで行く。チャリで行くよ。みんな来ない？みんな来てよ。みんな会いに行ってあげてよ。頑張ってるからさ。もう頑張ってるんですよ。そう、明日しもさ見に行きたいな、明日。もうね、もう めっちゃ見に行きたい。サイン、私もうサイン書いてないからわかんない。元気できない。ああ、明日ね。乃木坂もあるよね。明日何時からなの？何時からだろう。ね。6時ぐらいじゃない？広島？仙台？何の話？6時半、6時半だって。ファンが27人。台湾のゴーさんがファンになった。やった。台湾のゴーさんやっとファンになってくれた。あれか、ABA 祭り？ ABA 祭りじゃないの？広島はなんかあるの？支援に行ってまいる？やっほー、元気、やっほー。ファンってどうやってなの、わかんない、私にはわからぬ、わからぬ、わからぬ。明日なるちゃん、何明日なるちゃんって。明日ケアフェスですか？ん？10レベルになったらファンなの？そういうことか。重いか、そっか。
ケアフェス行く人、ケアフェス行く人、みんな、だからさ、明日明後日なんかめっちゃ詰まってない？わけぴんぴょんちぃさん、桜が中心になったけど日向はやるよ。そう、ぴょんちぃさんハートありがとう。桜坂だけ中止、日向坂はやる。あ、広島でイベント、へえ、そうなんじゃ。夏休みに入ったどういうこと？田所さんもハートありがとう。ね、私もね、明日小浜デーにしたいんですけど、小浜デーにしたいけどな。桜坂の推し、うん、め、なんか、うん、この間って感じはいないかな。けど、もともと欅の時はリサネル推しです。でも今だったら、うん、みんな可愛いって思ったけど、まあレナーが可愛いよねみたいな。そう思ってる。北海道のグンマニアさん、バイジュース、スイカありがとう。バナナさん、音波ありがとう。デビューライブ行く、え、いいな。待って、うちマジでさ、私明日犬のケアフェス楽しかった、いいじゃん。私明日マジで頑張る、頑張る、マジ頑張る。あ、まつりちゃんも好き、まつりちゃんも好きです。私あの子好きです。ファンオメ誰誰？お、北海道のグンマニアさんがファンになってくれた。いや違うんですよ、まだ行けるか微妙で、私今、まあ、あの 家じゃないんですよね、ここ今いる場所が。で間に合えば行くって感じです。ラナさん、貝殻と人でありがとう。ありがとう、いっぱい。ずっとありがとうございます。田所さん、ハートありがとう。嬉しそうでもないし、匂わせでもないです。屋根ついてます。羽ついてる、同棲してる、してる、うん、してる、してる、多分。そう、マイハウスじゃないんです。もし男の人の家にいたら配信してないでしょ。鍋ちゃん人でありがとう、ありがとう、ありがとう。インザハウスだけどノットマイハウス、ん？ハウス？家じゃないね。インザホテールです、私は。なう同じ、一人そう、お宿。そう、北海道の群馬ニアさん、スイカありがとう。
出張イエス。ラブがつくホテルじゃない。だとしたら配信してないでしょ行ったことないし。どうもどうも。お、ジブリ展話ね。いいよいいよ。ジブリ展話、ジブリ展ね、あの行くなら早めに行くことをおすすめする。お夜、夕方とかに行くとゆっくり見て回る時間がなくなってきちゃうから、うん、昼ぐらいには行っといた方がいい気がします。北海道のグーマニアさん、虹と流れ星ありがとう。前乗りかと思ったらどこに、どこに前乗りですか。カプセルがつくホテルじゃない。そう、何の仕事してるの。それはちょっと内緒内緒内緒。朝ごはん、あ、軽食ついてた、ついてた。ゆで卵食べました。そう、コンビニで合流しない。予約必要、予約必要。ダフ現場に前乗りじゃないんだよね。あ、でも一人じゃない、一人で出張してるわけじゃないです。部屋は一人だけど。やけどしちゃったん、つら。音声バグってますか。音声バグってる、聞こえない。あ、牛乳瓶のねやつね。あ、本当？普通？中英、中英さんですか。わかんない。ホテル駅に響いてんのかもしんない。腕やけどした。何やっけ？あ、そうや、昨日。昨日しゃぶしゃぶ食べた時にしゃぶしゃぶのお鍋に腕が当たってやけどしました。明日は半分ぐらいで間に合えば、帰りが間に合えば美優子に行けるって感じ。お風呂場じゃないよ。ラナスさん、タツノトシュガーありがとう。労災じゃないわ、自分の事故。あ、ちょっと、なんか危ない。なんかさ、あ、そのさ、その先輩たちがさ、当たるよ、危ないよとか言って、大丈夫ですとか言ってたのにさ、危ないよって言って、大丈夫ですって言った瞬間に、あつとか言ってさ、あちゃちゃちゃって言って、あ、大丈夫ですとか言って、全然ちゃんとしっかり後になってんの。つらい。つっちーさん、ちーやのありがとう。え、戻ってきてんじゃん。もう3週終わったの。北海道の群馬ニアさん、流れ星とハートありがとう。いっぱい。え、待って、聞いて、明日にじじますさん見るのとは、え、どういうこと。え、ガチ、いいの。え、私も会いたい。私も行きたいな。監督署見に来るって何ですか。悪質じゃないです、良質です、良質。そう、当たっちゃった。あは、で見に行く。え、ガチ。
ずるいずるい、ニジマスみたい、いいな。だから私は明日みゆこのライブにさえ間に合うかどうか微妙微妙なんですよ。多分間に合うと思うんですけど。明日はジャニーズを見るんですか？ジャニーズのファンなんですか？999。ニジマスはね、そう、魚美味しいよね。多分食べたことないかもしんない、私でも。いいな、羨ましい。ユキーナこんな声、でもちょっと声枯れたかもしれない。冷房ついて寝ちゃうか、寝てたから。いいな。あ、キラキラ星さん、レベおめです。発売記念イベント、そうなん？てか、うち絶対クスリンちゃんのフォトブック買う。もうだって可愛すぎて。あの、友達にいるんですよ、ニジマスが好きななんか人いて、その人に買わないのって言って すぐリンク送りました。そしたら、わあ、これ迷うなって言って、買うって言って、買うっしょ、逆に買わないのって言って、煽っときました。ビルアポモール、マジいいな、いいな、ね、いろいろ見たい。なんかさ、人生経験を積みたいなってすごく思った。なんかそれこそなんかジブリ展に行ったのも、ディズニーオンアイスに行ったのも、なんかその家にいるより若いくて体が動く、体がこう腰が重くて上がんないよとか、お腹が重くて上がんないんないよってなる前に、いろんなとこに行っといた方がいいなと思って、なんか貯金貯金って思ってたけど、節約節約って。でも大人になって動けなくなったら使えないからさ、使った方がいいじゃない、カツカツでもって思って。でアリサちゃん可愛いよね。だからアラサーになったらもう私ダメだと思うから、あと猶予が2年ぐらいしかないんですよ。そう。そう。だからその辺までにいっぱい行かなきゃなと思って。チャリの最終レース、あ、ケイリン行ってら、いやだからオタク以外にもまあ使うかもしんないじゃん。ただ20代のうちは遊んでいいよね、そう思う。そうそうそう、いいんですよ。ツナスタの、ツナスタの名前はね分かるけど、メンバー分かんないんだ私。でももうあれだよ、次23だよ、まだ半年以上あるけど。あ、半年ないわ。8 9 10 11 12 1、半年です。待って、今日何日、もしかして22。
はい、あと半年後、ちょうど半年で、半年で23になっちゃいます。いやー、あともう一回誕生日なんですけど、今覚えた瞬間に忘れた、そのこと。ね、あ、マジで社会人早いですね。はなんか進むのやばいよ。だってみんな、大体みんな私に出会った時大体19歳でしょ。19歳か20歳でしょ。そんな私がもう半年経ったら23だよね。10代だったの。私みんなに10代の頃見られてんだよ、恥ずかしい。そうですよ、時の流れ。やべえね。いや、そう、まだ来年なの。このさ、私の10代から20代でさ、まあ、最近もだけどいろいろ起きすぎてやばいですね。うちの新入社員がカムチと同じ、そりゃ大体そうっしょ。私も新卒の代だからさ、尻尾生えてた、尻尾生えてたね。そう、この間、そう、ちょうどこの間ね、そう、なんか天使の尻尾のね、映像ちょうど見てたんですよ。なんでだっけ、ミクと話してて、なんか天使の尻尾の話題になって、それで見た。恥ずかしかった。ポーチさん、辰のお年子ありがとう。あ、高校卒業とかだったら18歳なんか。読んだかもしれない。でも気のせいかもしれない。ケランチョさん、結婚し、あ、間違えたなら読むの やめよう。でもちょっとごめん、半分だけ読んじゃったけど、間違えたらしいからちょっとやめとこうかな。間違えたらしい。じゃあ取り消しってことで。取り消しね。オッケーオッケー、理解。木のじいさん、スイカありがとう。エルナユちゃんさん、結婚してありがとう。ありがとうございます、検討します。お疲れだって、これ多分ケランチョさんに送られてきてるよ。いまだにメンバーと連絡取り合ってるの。もう全員は取ってない。もうそりゃ全員と取ってろって言われても難しい話で、話す子は話すって感じかな。奥の人にかわいそうってさ、リオンちゃんがやってくれてるけど、後ろに笑ってついてるからね。爆弾飛んできた、愛をありがとうございます。リオンちゃんも S やの。あ、レベオメやん、結婚してね、レベオメやん。マサトさん、結婚、これ後から取り消ししたら怒るかな。読んじゃったから取り消し不可能だよ。読む前だったら取り消しできるよ、私的取り消し。マサ
ルトさん結婚してありがとう。検討します。誘拐のみぬきとプール行かない、行ってない行ってない。でも今度プールね行く予定がね多分さっき決まった。あの海とかじゃないけど、えっさんのあんたやろ。え誰、あんた どこにいる。え待って、周りに誰もいない。もしかして私ですか。クーリングオフ、あごめんなさい、ショールームクーリングオフはございません。クーリングオフはございませんのです。インテリアクザさん、タツノオトシゴありがとう。カッチャンさんファイトありがとう。何時まで配信予定、何時からやってるっけ。カマチ泳げんの。カマチは 4A 法泳げるし 200m 個人メドレー泳げるくらい泳げます。あのね、去年長島スパーランドに行った水着が、時の水着がある。ユッキーなんで、私ね、私がねファンの人いじってるよとか言うとね、会社の同期とかに、いや、お前がみたいな感じで笑われます。10時43分オッケー。そう、私ね、だって2歳半とかそんくらいからスイミングやってます。そう、結構実は泳げます。まあでも今は無理かもしれない。やべえやつって誰がですか。私ですか。ああ、そっか、忘れてた自分が何喋ったか。私は会社とかでいじられてるけど、まあ、いじれるときはやっぱみんな、なんかいじれる人がいたらいじりたいじゃないですか。やっぱ人間ってそういうもんじゃないですかね。やっぱさ、だからさ、許してというか、もうありがとう、こういう場をくれて、みんな感謝感激、もう大号泣。細いと浮力関係あるもん。関係あるんかな。え、うち今でも多分いけると思う。愛があるかないかで言えば、ちょっと考えるわ。考えるわ。愛があるかどうか、ちょっとなんか微妙なラインかもしれない。ユキの彼氏ないの？ちょっとそこはってお願いします。NG とか言うとこ、そしたらちょっと。いるんじゃね説が浮かんでくるから、ちょっとそこは内緒。あ、太ってると浮きやすいっちゃう。私浮けるじゃん。カンチユキの優しさの塊だよ。それ待って、それなんかどっかで書かれ、それなんかさ、どっかで書かれてた。ちょっと待って、なんかどっかで書かれてた気がする。なんか今日それ見た気がする。なんだなんだなんだ、どこで見たんだ。え、どこだ。いや、あのあれですよ、あのエゴサとかじゃなくてですよ。
優しい方って書いてありました、私のこと。私の笑顔の絶えない優しい方だって、私のこと書かれてある。みんな覚えといて。ニヤニヤ、興味ないやヘイとか言ってる人2人、ひでくんと福田さん。うーわ、そこはいいじゃんって、嘘でも言ってくださいよ、文字だけなんだから。文字だけ、心がそうでも文字だけなんだから。よかったねゆきなちゃんって言ってください。まあ、いい事案だって。すいません。そのね、その次2行目にね、あれだよ、なんか笑顔の絶えない優しい方、どんなことでも受け入れる器の大きい なんちゃらかんちゃらって書いてました。そんな褒められてどうしちゃおう。どうしちゃおう。よかったねゆきなちゃん、ありがとうだよゆきなちゃん。あ、それは褒めすぎ、ごめんなさい、すいません、言っときます。言っときます。半分くらい嘘なんだて。なんでや、なんでや、なんでや。持ってるって思うでしょ、思うじゃないですか。多分ね、過大評価、持ってる。そうだよね、夢見るのって素敵だもんね。みんな夢持ってますか？私はね、夢があります。私は夢見てますよ。どんな夢見てるかっていうと、イコラブちゃんとぬいみちゃんと、もうにやじゅちゃんも、もう何でも何でもいい、かわいい子たちにいつの日か全方位を囲まれる、囲まれるっていう夢を見てます。大粒ちゃん、バラありがとう。36人に囲まれて、花一門目でビリになって、ウェーイって言われて、私がウェーンってなってるっていう夢を見てます。はいはいはい、かっちゃんさんファイト、ありがとう。イエイイエイイエイ。北海道のグンマニアさんハートありがとう。キノジーさんお疲れありがとう。かっちゃんさんお疲れ、逆にお疲れ。なになになに、おばあちゃんが言ってたんだけど、夢ってさ、寝てみるもんじゃなくて起きて叶えるもの。確かに、そうだから私はじゃあ叶うってことか。お薬手帳ちょっとないかも、いつもないですって言ってる。田所さんスイカありがとう。明日早いですよ、明日早いです、めっちゃ早いです。めっちゃでもないけど早いですよ、明日仕事早いの、毎日早いの。まず中畑清さんわかんない、
チ、やば、初めて知った。チームメイトの、ね、メンバーになれますように。来世くらいで頑張って。確かに私ね、私が慣れたから慣れるかも、マスターさんなら。僕も明日早く星投げに行くから。それはね、お仕事だね、重要なお仕事じゃもんね。星集めどうぞどうぞどうぞ、おいでおいで、星取ってきな。みんなさ、このさね、人数減っちゃうね。このイベントっていつまであるの？夏の遠征ですか？決まってないです。あいな、うん、まあ、なんか普通にどっか行ったりはすると思うんだけど。早起き、え、今3時のために今起きてるの？2週間、今何日目？8月3日まで。何日、今何日目なの？でさ、全然なんかやるってことは知ってるんだけど、でちょっと長いってことは知ってるんだけど、知らんのよ。ノイミの前日も行きたいんやけどね、ちょっとね、いろいろお仕事で行けないかなとか思ってる。そう、点々配信終わったので、そろそろ戻ってください。行天さん、ゆりなさん、5日目、どうですか皆さん。皆さん頑張ってらっしゃるんですか？お疲れですか？早起き一緒に。だってさ、そうだよね、もしさメンバーが例えばさ、朝めっちゃ6時からしますだったらさ、みんな6時に起きていいわけじゃないんだもんってことでしょ？合ってる？長いし大変そうだね。もうあれだね、じゃあもう見てる派ね、見てる派の。45分前に捨て干ししなきゃいけないの？のさ、私わかんないんだけどさ、捨て干しって何？捨て干しってどういうことなの？ユキナエイトの推しいないと思いますか？え、皆さん私のエイトの推し面って知ってますか？捨て干しをするとどうなるの？干し捨てちゃよくなくないって思っちゃうんだけどさ、どういうこと？え、捨て干し、なんでさ、捨て干ししないと3周回れないのはなんでなの？なんでなの？そうで、代理さんでだから、エイトの推し名いるんですかって言われて、え、捨て干しって捨て干しじゃないの？何？もっともっときつく言えってこと？捨てほしいみたいな。絶対違うじゃん。捨てほしい。捨てほしいじゃないの？捨てほしい？捨てほしいが正解？もしかして。レベル目でした。誰レベル目した？お、ほんとだ。台湾のお子さんがレベル目だ。捨てほしいって言ったらいいの？捨てほしい、捨てほしい。
少しっていうかステファニー、ステファニーって言えばいいね、ステファシーって言えばいいってこと、分かんない正解が。セブン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 、じゃんじゃ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 、1時間に1回補修を集めれるから開始時間の45分前に星1回分貯めれると、待って待ってめっちゃむずい、うち数学苦手、1時間に1回星集めで満タンにできるってことでしょ、99個貯めれるんでしょ、45分前に星1回分を貯めることができたら1回分ってこと、99じゃなくて0にしなきゃいけないの、開始時間15分で1周分貯めれる、うん、むずい、うん、むずい、わからん、梅干しと一緒でいいよってことは、捨て干し、梅干し、捨て干し、捨て干し、捨て干し、梅干し、捨て干し、捨て干しか、いいのするよ、ありがとう、学ぶね、めっちゃ分かりやすくして3歳でも分かるように送ってください。3歳のゆきなちゃんにも分かるようにお願いします。お、レベオメこれ以上集められませんという状態を回避できるってこと？わかんない。捨て星ってわかんないね。星じゃなくて帽子なの？捨て帽子？あなたが3歳に達しているか？うん？喧嘩売ってる？課金しても会社大丈夫だったでね、どういうことですか、私が課金するの自由じゃないですか、あ、それとも皆さんが私に課金をするってことですか、どっちにしても大丈夫ですよ。3歳なのに社会人ってゆきなちゃん偉いよ、偉いよ、偉い偉い偉い、ゆきなちゃん偉い、飲み放題だけ行って一杯だけ飲んで待機してる状態じゃない、知らんけど、めっちゃ分からんわ。ごめん、めっちゃ分からん。めっちゃ分からん、今日はね、ゆずはちみつサワーを飲みました。あ、そうだ、今私とか今日お酒はい飲みました、昨日も飲みました、おとついも飲みました、あれ3日連続ぐらい飲んでる、びっくり。酔ってないですよ、お風呂も入ったし酔ってない、99円でさらに集めちゃうと集めたその分無駄になるから、なんで無駄になるかが分かんない。あれですよ、ちゃんと一人で飲んでるわけじゃなくて、出張中で出張一緒に来てる方たちと、まあ、一緒に
ご飯食べてるから、そこでそれで飲んでるんです。え、でもね、おとついはね酔ったと思いました。冷蔵庫にビールない、冷蔵庫にアロエジェルが入ってます。あの体を冷却するためにアロエジェルをホテルの冷蔵庫に入れてます。酔うとどうなる？酔うとね、最近、あ、わかった。酔うと私ね、ニコニコしてね、笑ってね、テンションが高くなる。変わらんやないかいって思うよね。普段とマジ変わんない。でもね、なんかね、ニコニコしてると思う。マジでガチでニコニコしてると思う。でも自分的には酔いたくないんですよ。お酒なんか酔いたくなくて。酔いたくないから、なんかどうしよう、私酔ってるって言ってます。二人じゃないですよ。女子と二人で来てるわけじゃないです。やばいよ、私今お酒回ってる。どうしようみたいな なってます。いつも。やばいやばいみたいな。推しの配信とか行ってらっしゃい。そうだよね、大人は酔うために飲むんだもんね。そう、酔ったらこうなる私。演技派じゃないですよ。一人です、一人。一人部屋です。おかえり。ねえどうしようみたいな、やばいよみたいになっちゃうんです。やばいよってか、やばい、私みんなびっくり、私ふわふわしてるってなる。そんな感じ。ゆきなたさん酔っちゃったぞって言って、そう、偏見えぐい、言わないです、そんなこと。イケメンの同僚はイケメンの同僚いないって言ったら同僚に失礼になるし、同僚は出張に来てないです。飲むのやめたらお金貯まるじゃんって推しに言われたのどう思う？いや、それはかおちゃんは飲んでないと推し活できない、お仕事できないから、やめない方がいいと思う。ねえ、うまこ、好きなんて言えないよ、ブヒヒー。だって、あんなの方も、王子様、シャルビーダンスですよね。イケオジですか？イケオジはいますよ、いっぱい。多分。ユッキーナイケメン好き？ユッキーナイケメンが好きか嫌いかで言ったら好きです。え、じゃあみんなは可愛い子好きって話ですからね。イケメン好きですよね。
じゃあ逆にね、じゃあ例えばじゃあさ、じゃあイケメン好きですかって聞かれて、いやイケメン好きじゃなくてかっこよくない方の人が好きなんですって言ったとするじゃないですか。なんかそれでさ、例えばさ、それをアイドルが言ってたとするじゃん。でもファンの皆さん大好きですって言ってたらさ、えってなるじゃん。それもえってなんない。そうで、俺らってイケメンじゃなかったっけみたいな。やってないですよ、マジで。イケメン好きです、好きです、顔より性格派ですっていうやつ、その信用してない。でもで リアルにかまちゆきなさんが好きになるタイプだとは、別になんかもう超イケメンとかではなく、まあでも超イケメンもかっこいいとは思いますけど、と清潔感がある感じの、なんか好青年な感じが好きで、なんか清潔感があるのが大前提で、そっから性格って感じです。私ハイボール飲めない、苦手、無理。一応不倫はダメ、心にね銘じておきます。リアルで草、ほんとだよ、めっちゃリアル。理想高い、確かにそうか。ファンが増えてた、誰誰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 だ、キラキラ星さんだ。ありがとう。名字が田中。あでも田中でもまあ田中もいいですし、まあ他も何個か。白茶室に、別に服装がこういうファッションがいいとかじゃなくて、例えばしわくちゃなシャツを着てるとか、じゃ着てないとか、例えば別にひげが生えててもうのが無理とかじゃなくて、ひげをちゃんと生えてるなら生えてるで整えてるとか、なんかそういう清潔感。ちゃんとなんか身なりにある程度の気を使ってるみたいな。そうが好きです。なんか髪の毛とかを寝癖ボサボサのまま外に出ないとか、コンビニぐらいだったらいいと思うけど、私も出るしみたいなこと。リアル、そうそうそう、そういう人が好きです。コンビニはいいんだよ、コンビニとか家とかだったら、そういうのが好きだよ。だっけ。最近歌ってないの。あとカラオケ行ってよ、この間みゆことカラオケ行った。
さぼさだけどかっこいい。いや別にそれはないな、まあ、かっこいいに越したことはないけど。明日うなぎ食べる予定ない、ないです。うなぎ明日土曜の推しの日だよね。何歌ったの？いろいろ歌ってよ、いろいろ歌った。日付越しも、じゃあ日付越す前に終わります。かまちさんはおじさんにも優しい、みんなに優しくなりたい、かまちゆきなです。今どこに？今お家じゃないです。今はね出張中だよ。ナペちゃんスイカありがとう。カヨナのグマヤさんハートありがとう。あ、彼氏の家ってことでいいや。そういうことにしとこう。そういうことにしときますわ。かっちゃんさん、うまこありがとう。あ、にじますも歌った私。言ってて悲しくならん、全然なりませんけど。何かなりませんよ。お風呂入った、なんか温泉みたいな、なんかよ、何大浴場みたいな行きました。ベネズエラ欲しありません、全然いいんだぜ。ゆりな、ゆりな、サウナ息苦しいのがね、わかんないんですよね。でも水風呂は、水風呂っていうか、なんか冷水、冷水には、あの冷水は浴びました。あの体を、日焼けした肌を、炎症を抑えるために。ねえ、このエンジョイ楽しかったよね。このエンジョイ、せーいや、日焼けしてないけど、日焼けしないように、あの本当に不審者みたいな格好で、あの顔とか守ってる、マジで。毎週やってほしい、間違いない。こんばんは、こんばんは。エイトの歌で何が好き？エイトの歌で、エイトの歌って何が好き？何が好きかな？なんだろう。それはさ、そのあれですか？オタク目線で、オタク目線でやるのか、もっとメンバー目線で言うのか、踊る目線で言うのか、何目線？イクラブゲーム、ほぼ、いや男性もいるけど、マジで女性の方が多い。本当に女の子でいっぱい。 AKB 全国ツアーしてほしいね。みんな行きたいよね。
面目線むずむずむず。おすすめてよ、一緒に行く女性エリアで一緒に申し込むとかいうとこレイちゃんしか勝たんレベおめでエイトって好きな曲は好きだ好きだな。うん、でもヘナチョコもやっぱヘナチョコも好きだし、アドレナリンも好き、星空を君にも好き、いっぱい好き。現場決まって、ティフとか何どこに行くの？しかもみんな可愛いのよ。みんなアイドルやってるんじゃないかなって思う。あ、サマステ、サマーステーション。で55分だ。52分。ホテルの時計ずれてんじゃん、3分。サマーステーション。コラブ。ユッキーナがカラオケで歌う18番。お箱ってこと？お箱はね、お箱はね、アイドルじゃないかもしれない。8月10日にあるの。ナマステナマステ。なんかティフとかそのいろんなアイドルさんが出る系のやつ行ってみたいけど、ちゃんと行ったことないんだよね。ティフなんか人混み苦手だから、行くの嫌だなってなっちゃう。見たいけど、めっちゃうん、つられてきな。もういっぱいチキとか取ってきな。って何？何が A なの？カラオケで歌うのはアイドルの曲とアイドル以外の曲どっちが？行く人による。アイドルに詳しい人と一緒に行ったらマジでアイドルばっか行くでしょ。でもアイドルを全然好きじゃない人と行くと、例えばアイドルを歌うとしても全員そのみんなが知ってるような曲にして、みんなが知らない曲は歌わないみたいな感じ。人混み、そう、人混みめっちゃ苦手なの。こんばんは、こんばんは。同期の前で歌った。なんかカップリングとかが好きじゃないですか。だからさすがにみんな知らないしなみたいな。
レパートリー多くない多くないいつも本当なんかアイドルばっか歌いたいんですけど、なんかまあある程度アイドル以外も歌えるっちゃ歌えるかな。ハクビが出たからランキング読むね。でもハクビ出たと同時に喋った。あー眠くなってきた。よしランキングを読むぞ。え、全然寝れます。あ、採点バーがないと歌えない、歌いにくい。がつける。じゃあランキング読みまーす。13位カズッセンさん、ありがとう。12位ミワさん、ありがとう。私はね、お箱ミワかな。11位ケランチョさん、あとぬぬぬぬ待って、あとなんて書いてるの、あと消えてるやん。ありがとうございます。10位 N さん、ありがとうございます。9位ラナさん、ありがとうございます。8位ひろきさん、ありがとうございます。7位、からけなぽっぽさん、ありがとうございます。6位、ふくたんさん、ありがとうございます。5位、なべちゃん、ありがとうございます。4位、とどころさん、ありがとうございます。3位、ひらがなキャスターさん、ありがとうございます。2位、かっちゃんさん、ありがとうございます。1位、北海道のぐんまにやさん、あとまりやさん推し。ありがとうございます。読まれなくて済んだレイちゃんしか買ったみたいなやつですよね。正式に読もうと思ったら消えてた。あははショック。ありがとうございました。さっきさ、なんか言おうと思った。そうちょっとね、あの私はね、皆さんは休日を楽しんでください。私は頑張っていっぱい働きまーす。えりえい、間違えた。えいえいじゃない。せーの、えりえりおー、えりえりおー、えり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 おー。ということで皆さんおやすみなさい。バイバーイ。バイバーイ。